マリーエンブルク包囲戦とは、1410年7月26日から9月19日までの約2ヶ月間にわたり、ドイツ騎士団国の首都、マリーエンブルクを、ポーランド王国軍、リトアニア大公国軍が包囲した戦闘のことである。ブワディスワフ2世率いるポーランド王国軍、ビータータス大公率いるリトアニア大公国軍は、タンネンベルクの戦いにて、ドイツ騎士団軍に対し圧勝し、 その勢いで、ドイツ騎士団を滅ぼそうと企んでいたものの、マリーエンブルク上はこの工場戦を見事に耐え抜き、ポーランド・リトアニア軍は、第一次トルンの和訳にて、ドイツ騎士団国から小規模の領地を獲得しただけで、引き上げることとなった。1410年7月、ポーランドとリトアニアの同盟軍は、マリーエンブルク制圧を目指し、プロイセンに侵攻した。守るドイツ騎士団は、 先立つ7月15日のタンネンベルクの戦いで、指揮官や兵の大部分が戦死する過保領となる大敗を起死しており、その生き残りが各地の砦にこもって、連合軍の進攻を阻もうとした。タンネンベルクで勝利した連合軍が同地に3日間留まっている間に、ドイツ騎士団のシュバイツ司令官、ハインリ・ヒホン・プラウフェンが指揮を取って、マリー・エングルクの防備を固めていた。 フォン・プラウフェンは、タンネンベルクの戦いには参加していなかったものの、3000人の予備軍を率いて、シュバイツに待機していた信頼厚い指揮官だった。彼の行動は、タンネンベルクの戦いで戦死した前騎士団総長、ウルリッヒ・ホン・ユン・キンゲンが一万一の際の指揮権の空白を避けるために戦前に与えていた指示によるものだった可能性もあるが、定かではない。 ポーランドとリトアニアの連合軍がマリーエンブルクへ向けて進軍を始めるとホーエンシュテイン、オスター王でクリストブルクの参上が抵抗なく降伏した。連合軍の進軍速度は遅く、1日に 15km ほどしか進まなかった。これがフォン・プラウフェンに防衛体制を整える暇を与えた。後世の歴史家たちはこれが ポーランド・リトアニア史上最大級の戦略的失敗であると非難するとともに、その原因について様々な説を唱えている。例えばポーランドの歴史家、パベウヤ・シェニツァは、ドイツ騎士団を滅亡させた場合に、ポーランドがその領土のほとんどを獲得することになり、ポーランドとリトアニアの勢力バランスが崩れることを恐れたブワディスワフ2世が、意図的にドイツ騎士団を延命させたのだと考えている。 ただこの説を裏付ける一時資料がないため、証明する手立てがないのが現状である。グルンバルトとその近辺における、ポーランドリトアニア軍の移動計画ポーランドリトアニア連合軍は7月26日に、マリーエンブルク城に到着した。この日までに、マリーエンブルク城に牢上している、ハインリヒ・ホン・プラウフェンは城を取り囲む建物を焼け払い、 同城戦を優位に進めるべく準備をしていた。しかし、ポーランド王は、騎士団は壊滅したと思い込んでおり、すでに配下の騎士たちに領地の分配も行っており、守備兵がいなくなった騎士団の城や砦を、少数の物体を派遣して落とした。そしてこの時すでに、ドイツ騎士団は、たった八つの城しか抑えきれていなかった。連合軍側は、 ハンガリー王国のジギスムンとボヘミア王国のベンツェルに施設を派遣し、援軍を9月末までに派遣するよう約束させた。一方、リボニア騎士団はリトアニア大公国との3ヶ月間の条約が執行するや、いや500人の援軍を派遣してきた。この包囲戦により、ポーランド軍を釘付きにすることで、ドイツ騎士団側は、領内の各地で軍勢をまとめることができ、また、 包囲側も長期の包囲戦を想定しておらず、弾薬不足や士気の低下、ましてや赤痢が軍営で流行り始め、ポーランド・リトアニアの貴族たちは農業のために国に撤退するよう求め始め、傭兵たちは報酬を払うようせかし始める始末となった。そしてついに、リトアニア軍は一番に撤退し始め、自国に帰国した。 結局ポーランド軍は9月19日まで城を包囲し、撤退するにあたりマリーエンブルク城の南にに見張りのために砦を建設し、騎士団に圧力をかけ続けようとした。砦に残したポーランド守備兵は後にドイツ騎士団に後降伏した。ポーランドとリトアニアの連合軍が撤退した後、ドイツ騎士団は奪われていた要塞軍を次々と奪回した。10月末には、 ポーランドが一旦占領して、未だ主中に留めている城は、戦前の国境地帯の四条、すなわちトルン、ネッサウ、レーデン、シュトラスブルクしか残っていなかった。これに対しブワディスワフ2世は改めて軍を招集し、10月10日のコロノボの戦いで改めて、ドイツ騎士団に圧勝した。ともあれ、ドイツ騎士団は、マリーエンブルク包囲戦時から息を吹き返しており、11月に、 包囲戦の英雄フォン・プラウフェンをドイツ騎士団総長に選出した。フォン・プラウフェンは戦争の続行を望んでいたが、周囲に説得され和平交渉に入った。1411年2月1日、第一次トルンの和訳が調印された。ドイツ騎士団は、領土の喪失を最小限に抑える外交的勝利を挙げた。ポーランド側からすれば、 マリー・エンブルク包囲戦の結果とトルンの和訳の内容はタンネ年ンベルクの戦いでの大勝利の割に合わないものであった。あとの13年戦争でマリー・エンブルクは再びドイツ騎士団とポーランドの衝突の場となった。ドイツ騎士団は1454年の包囲戦ではポーランド軍を撃退したものの3年後の1457年の包囲戦でついに奪取された。 ありがとうございます。